金座市、京都市中京区金座とは、江戸幕府において、金家鋳造あるいは、官邸、建員を行った場所あるいは組織。文六四年、徳川家康が、京都の金賞、後藤昭三郎密次に命じ、江戸で小判を鋳造させた時に始まる。江戸幕府成立後は留守ついで官状奉行の支配下に置かれて、江戸本国町に役宅が設置された。金座成立以後、 後藤家は御金改め役として、本国町の役宅において、金貨の鑑定と経員のみを行い、実際の鋳造は小判師などと呼ばれる職人たちが行っていた。小判師たちは小判座と総称され、後藤宗家が居住していた本国町の金座役宅の周辺に施設を構えて、その支配下に置かれていた。このため、御金改め役を接収した後藤宗家を、 小番座の元締めという意味を込めて特に大番座とも呼んだ。だが、管理の厳格化と小番子の分散化を防止するために、元禄十一年に、定外の鋳造施設を廃止して、金座役宅の敷地内に鋳造施設を設置して、以後江戸での金貨鋳造はここでのみ行うことになった。さらに、明和二年以後には、小額の銅線鋳造の業務を銀座と分担して、行うようになった。なお、 後藤家は、宗家が文化7年に、役目に不正があったとして取り潰され、公認の御金改め役を命じられた文家も、高下2年に、幕府批判をしたとして取り潰された。そこで、江戸に帰還を許されていた、旧宗家の末裔が最高を許されて、御金改め役に復帰して幕末まで金座を管理していた。当初は、江戸以外にも寸布、京都、 佐渡にも置かれたが、後に、江戸に一本化された。ただし、完成3年に鋳造を停止された、京都、姉が工事車屋町にあった金座はその後も、廃止されず、金利御用の金細工及び髪型における、金職人統制などを、後藤家の支配に従って幕末まで行っている。また、佐渡と甲府の金座も、文政年間までは、鋳造が行われていた。 公式には慶応4年4月17日に、官軍によって、江戸の金座、銀座が占領された時に廃止された。ただし、実際には摂取された金座は新政府貨幣士の統制下となり、明治政府の軍費支払いに充てるために、翌年2月まで新政府が用いる金貨を鋳造していたが、改税役所違反の悪質な金貨を鋳造していた。 事実が明らかとなったために諸外国からの抗議を受け、明治政府が大乗観察への全面切り替えと、新しい造幣施設建設を決めたために廃止された。東京都中央区日本橋浜町には、昭和初期に金座通りという道路が整備されたが、これは関東大震災復興の幹線道路第5号の別称として賑やかな銀座にあやかって、 地元民が金座の倉庫があったとして名付けたもので、本所両替町にあった金座とは関係ない。また、静岡市には、現在も小判が鋳造された場所が金座町という町名として残っている。同様に、銭座町という町名も存在する。明和2年以降は金座及び銀座が抽選事業を兼任することになり、それまで、主に民間の商人による請負い事業であった銭座が、 金座の統制下に置かれることとなった。特に天保6年に御金改め役の後藤三江門校、トールの検索により発行された天保通り宝は、金座主導により鋳造された。この天保通り、宝の裏側には、金座の後藤正三郎密治の顔が出されている。慶長小判最初に、後藤手代が立ち合い監視のもと、地金の清錬が行われた。 金山より買い入れた山資金、古金貨、輸入院資金などを溶解し、食塩及び硫黄を加えて含まれる銀と反応させ、精錬して一定の品位の焼金とした。資金石を用いて、手本金と比較して品位が改められた。次に焼金及び花鉱銀を規定品位になるよう表量し取り組み、るつぼルツボで怒り通るしてサオ金とした。金座人が、この地金を受け取り、 一定の目方に切断され、小半径に打ち伸ばされた。表面に、タガネ目が打たれ、軽量検査が行われた後、頭領及び座陣の元獄院が打たれ、後藤手代に渡された。さらに検査が行われ、大疑惑の霧獄院、額面などの獄院が打たれ、金座陣に戻された。仕上げは、小判に、食塩、炎症、短判、緑板、 カオルリクなどの薬剤を塗り火で炙って色上げが行われ金色が整えられた。最終検査に合格した小判は百両単位で包み風金とし勘定書に上納された。当時の当主、後藤三衛門は水野忠国の側近として天保の改革に参加して天保通報を考案したが、水の失脚後にその反動によって処刑されている。 百万都市江戸の生活、北原進む、角川学芸出版、1991p38、日本の通貨日本銀行、1949p8、新州日本橋区市、下巻、第一巻東京市日本橋区、1937p528 図版、日本史小百科、貨幣、滝沢武雄、西脇安市、東京堂、出版、 1999年、ありがとうございます。